えー、こんばんは。農ノカトの編集でお送りしています。1分委託今日も情熱かさチャンネルのニュースのトラから、えー、中国経済カウントダウン、この定格。 価格な老人食堂に若者が集結、結婚、出産、住宅購入だけじゃない、夢をなくした青年たちがいろいろなものをボイコットということで、中国の先にこの夢が希望が持てなくて、この若者、特に若者ですね、このデフレ、日本も経験していますけど、この世代、まあ、この、 採用を控える。侵入採用を控える。そして、最初にこのパートを、この、そういう方の臨時職の方を、えー、まあ、解雇する。そして、えー、この、正、うん、社員ですね、えー。どうしてもこの景気が、えー、暗い気が悪いですね。そういう中で、どうしても収入がいと低いと、おまあ、老人目当てに、そういう、日本でもまあ子供おバンク、 子ども食堂がありますけどこの低価格な老人食堂に、えー、若者の姿が見えるということで近,近隣で働いている若者にとってこの食堂はこの NHK の取材ですね、えー、安いということで、まあ、NHK はそういうお年寄りとこの若者たちの、えー、世代を超えたあこの交流があるということでまとめてますけど実際はこの この若者たちにこのそういう面があるということですね、若者たちに結構、出産、住宅購入を控える、そういうネスボリ族、一、まあの省ではこれを禁止するということも実例を挙げて、そういう個人で名指しで非難するということで、ですけど、中国の主導部の今の,この体制、政策です、ね、は若者たちに夢と希望がないですね、確認していきたいと思います。上 の,リスのトラガオからこの中国経済カウントダウン低価格な老人食堂に若者が集結結婚出産住宅購入だけじゃない意味をなくした青年たちがいろんなものをボイコットこれをなくすには経産自由化民主の自由化しかないですね中国にこの 経産重化、民主の重化ですねお。お、願うものです。えー、実際、習近平は逆の路線を言っています。引き続き、この情熱かさのチャンネルのおニュースのトロガーをウォーチングしていきたいと思います。えー、マスターとエマスタートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいね、ボタン等よろしくお願い,いたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願い,いたします。えー、マスターとエ、えーた次回の1分間予でお会いいたしましょう。仕上げネスパシャンブルズ、シャロム、シャロム、シャロム。